腹すいたな、うん、俺だったかな、あ、あったわ、あったあった、ポッポポッポ町田パーキングって書いてる、どうもてるわ。どうも。今日はですね、競馬ですね。これから早くだるくんと迷ってる。あ、いた、来た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 。エレベーターの前バリケードされてるんだけど。八王子どうする、どうやってじゃ八王子呼ぶ、意味が分かんない、乗ると負けるよ、ナイス、どうする、ご飯ちょっと食べた、生産の枠でやるんで、もう生産の枠行ってくださいね、今日難しい、あ、ケンちゃんも競馬やるの、切れてる、エレベーター使えるよ、いや、カヤクさん乗らないと怒るからな、あ、やるんだ、ケンちゃん、あ、配信してるんだ、シリさんの枠でやりますんでね、競馬は、あとね、駐車場がね、2日連続止めたら何本になるんだろう、あー、料金な、もう嫌だわ、料金どうなんだろう、2日連続で駐車場いくらぐらいだろう、ここ連泊してんだよね、ホテルも、ホテルとここのパーキング立体いくらなんだろう、怖いんだけど、料金3000ぐらいかな、3万いくの、ま、マジ万はいかないでしょ、いや確か5階だったから、ちょっと待って、4階で降りろって、4階で降りて5階に歩いてくるんだって、ネット掲示板予想です、ちょっと痛いな、競馬当たったら 払えるけど、どうする、結構しちゃうかな、あ、いた、帰りのとこでももうホテル予約しちゃったしね、来た来た来た、プリウス、プリウスって分かってやってる、あいつ、あのね、プリウス多すぎてね、分かんない、だからプリウス分かってやってるわ、わざと、プリウスでしょ、わざとやってる、プリウス、プリウス、ビクーンってしたわ、プリウス、ビクーンってした今、ビクーンって、いいじゃねえよ、わざとだわ、え、あ、え、あれか、え、おはようございます、すいません、うん、全然わかんない、そしたらあとはセイジさんの枠で競馬やります、カヤクさんの枠はやんないの、いや、もう僕はもういいっす、競馬何で買うの、これ、こっちで買うの、僕で買うんで、じゃあ枠できないじゃん、いや、だからセイさんのそれ言ってよ、そうじゃないといつも言われるから、なんか早く枠やらせろとか、あ、違います、言ってそれ、結構気にしちゃうタイプ、うん、言って、あの、僕セイジさんの馬券も買わないといけないん で俺は買える、今お金入れた、あ、そうなの、うん、まあでもセイジさんにお世話になってますし、うん、セイジさんの枠でやりますんで、いや、それそうじゃないだろ、どういう風に自分の、はい、ね、はい、競馬、はい、このスマホで買うんでしょ、はい、だから配信できないでしょ、わかります、ね、2個持ってんの、スマホ持ってないです、それを言えよ、はい、自分の競馬ね、買うのを自分の携帯で買わないといけないんで放送できないんですよ、で、セイジさんの枠で やらざるを得ないんで、うん、セイジさんの枠でやりますんで、まあ、皆さん見てくださいね、うん、で、ワンチャンヨッサンのとこにちょっと怒られるの承知でちょっと行きます、フリかもしれないんで、場所わかんの、でもここなんですよね、この近辺なんですよ、行けんの、それまあリスナーさん、リスナビで、さあ、お疲れ様です、セイジさん枠で残りやめますね、アリアス、アリアス、
町田のどこ、町田っつっても広いよお前、場所が特定できなかったら意味ないよ。うん、うん、お疲れ様です。お疲れ様です。せいじさん、これ駐車料金ふ丸々だろ、2日だろ。2日何歩かかるんですかこれ。いくらぐらい、どうする、電話する、ここのパーキングにいくらか、駐車場、はい、なあ、そっからだろまず。いや、それだから、それは残しとけお金を。もちろん自分は半分は払いますよ、 もちろん。うん、それは残しとけよ、それ聞いとくか、怖いから。電話番号載ってないわ。せいじさんでね、ホテルでトラなる駐車場とかってまずないんすか、都会って。あんまりないよね。ああ、ですよね。うん、どうする。え、マンはいかんって書いてるけど、でも自分はリスナーさん、うん、結構信頼を受けるリスナーさんは、うん、ネコパンツさんって言うんですけど、うん、3万、3万って言われました。町田だよ、町田、はい、町田なんですけど、東京のあの立体駐車場なんですよ、ポッポなんとかってとこなんですけど。止めたことある人います、ここ。生産機一回押してみなって。止めたことある人います。どういう料金体系なんだろう、提携してないんですよ。町田で3万はない、嘘だろ。猫パンさん3万って言ってたよ。そこ安いよ。いくらぐらいですか、ペガサスさん。1万円だったら助かるわ。いくらぐらい。2万とか3万きついわ。1回出た方が安くなるの、マジで。あ、そうか、あの上限があるから。上限すぎる。600円かける48時間3万だよ。マジか。え、一回出ても一緒っすか、猫パンツさん。そう、上限あるか、一回出た方がいいかもしれないよね。最大料金一回出ます、うん、どうする。インドの人が30分200円。猫パンさんでも600円って言ってたよ。5000円ぐらい、うん、だったら中金するわ。じゃあ中金違反した方がいいわ。そこら辺止めてた方がいいわ、一緒だったら。一回出ます。一回出る。お金あるうちに払える。お前らどうする。出す、一回出す？出す？そうそうそう、こう、そうそうそう。マジ？出してみるか。怖いな。怖。だから今日で値段わかるんですよ。うん。あ、そのホテルじゃないもん今、NG さん。念のため、防御。うん、一回出した方が絶対いいと思う。一回出す？社長こういうぼったくりしてくるから。お前ら出す？じゃあいくらか当てた人1万円あげよう。ぴったし、ぴったりでしょ。いくら？お前らいくらだと思う？ぴったりでしょ。1万円あげるわ。うわー、1時間400円だったら結構高いわ。じゃあやっぱ2万ぐらいはいるわ、多分。2万 ?5000 円ぴったし。もう東京怖いな。怖いな、もう。昨日ね、夕方の5時に入れたんだよね。まだ24時間経ってないのよ。なんぼ？上限ある？嘘。いくら？もう、ま、負けるのにさ、金払いたくないよな、もう。絶対負けるじゃん、だって。だってネット予想、ネット掲示板予想競馬だよって、これ。いやいや、ちゃんとね、動画見て調べてますって、して。絶対負けるじゃん、これ。失礼ですよ。ネットの、ネット民の予想を買うんだから。いくら、これ。入れますね。
ホテル代と一緒やん。やべえ。うっそ。うーわ。マジかよ。町だ。やば。マジで。だって立体駐車場だからさ。いや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 。いや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 。じゃあ。せいさん、あの馬券から相殺しますんで、3,000円。馬券かちゃんと相殺しますんで。どこ止めるか、コンビニ行くか。札ないんだよ。コンビニ行くか、取る。はい、今日新聞稼ぎますよ、数時間でも。5,700円、ちょっと予想して。勝たして5,700円、やばいわ、マイナスだわ。やる前から。これ出銭は弦が悪いんですよ、皆さん。わかります？もうやギャンブラーってよく知ってるね、よく知ってる。出銭は弦が悪いんですよ、これ。ちょっとマジで当てたい。どうする？八王子呼ぶ？無理でしょ。無理？ちょ電話して、電話して。ちょっと八王子今九州いる。ちょっと電話して今、八王子呼ぶ？九州ですね。そう言って、町田来れるか言って。ちょっと何時に始まるの？あと1時間半で町田来れるか言って。八王子電話ちょっと分かんないですね。ちょ電話して今。電話帳があの家なんで。嘘。電話もできないの？電話もできないです。どうする？呼べないの？はい。無理でしょ。無理でしょ呼ぶの。大阪から一人でちょっと新幹線で1時間半で間に合うでしょ。リニアモーターカーまだ走ってないんだっけ？まだです、ね、大阪東京間1時間半で行けるでしょ。パチ王子呼ぶ？お金出してあげないといけないじゃないですか。呼ぶ？ちょ俺映さないでよ。呼ぶ？着信履歴もね、あのめっちゃかかってきてるから、いたずらのやつが、うん、分かんない、誰が誰の電話なのか。どうする？めっちゃ高いな、町だって。町田市のくせに区じゃないのに、23区じゃないのにさ、こんな何ぼったくるの。あそこ止めるか。30分無料。どうする？せいさんお腹空いてないんですか？あ、ちょコンビニ行くか。いや違うんですよ、そこにあの、うん、ニュータンタンメンってあったんですけど、それうまいんでしょ、うん、だから配信つけてない。もう祝電来るだろお前。無理だろ。あもう言っちゃったな。バカじゃないのお前。お前配信何年やってんのお前。ねえ、はい、お前みたいにすごいアンチ抱えてる人と一緒に飯なんか食えないよお前、はい、店名言っちゃってんの。コンビニで十分だろお前。なあコンビニで食べましょうか。マジでも頭悪いな、はい、本当に来たかったら配信外で行くしかないだろお前、はい、あれこれさアップ上がっちゃうわ。これ上がっちゃうやつだこれ。どうしよう。30分200円。まあいっか、ここ止めるしかない。うん、何やってんの配信なあ。まあ、そういうとこだよお前、まあ、みたいなアンチが多いのに。利用しても30分200円と思う。やばくない？東京のコンビニ。東京コンビニやばいよ。ね、買ってきますよ。何食べます？何を？何系がいいですか？買ってきます。サンドイッチですか？うん、もう手でつまんで食べれる。そうだね、簡単なやつ。サンドイッチな、なんか2つぐらい。うん、そうだね。はい、あと甘いパン買ってきて。甘いパン。何笑ってんの。いや、もうダイエットしましょうよ、もう。もういいって。もうええって。はい、買ってこい。だってキロも乗って多分めっちゃ食べてるでしょ。飲み物は何がいいんですか？飲み物、ほら、糖質制限用のお茶あるじゃない。じゃあお茶よ。はい、わかる。もうええって。だってさ、もう糖尿病の薬もないんだからさ、もういつ死んでもいいって。もう、うん、
薬も飲んでてさ、病気とさ、ね、向き合うっていうんだったらさ気をつけるけどさ、もう薬もないからもうどうでもいいって。うん、好きなの食わせろよ。もうどうする、うん、あ、不悪魔です。このクマがないと寝れないの、スカッチーさんです。裏の喫煙所なのよ、喫煙所。うん、どうする、今日ちょっとね新聞買ってきたのよ、新聞。何のレースなの今日、何が熱いの、うん、何が熱いの今日。新聞買ってきたの、ローズステークスって言ってたしょあいつ。あ、これか、フアナ、これな、フアナ、これ、あー、これ一番人気、これこれだな、フアナ、これルーラーシップ3区ルーメール、これ買うんだって。うん、強いのこの馬、フアナ。あ、これだ、うちのさ社長いるじゃん、あの馬持ってる社長、不悪魔社長、これいいっつってた、リアアメリカ。うん、これいつだ、リアアメリカ川田で、かやくさん、これ1はない、一番人気これなの、リアアメリカなの。うん、アメリカ川田ゴミ、なんで下手なの。まあ騎手の腕はやっぱこっちだよね、ルメールだね。あと強そうな馬いる、印がついてるのデゼルだね、竹豊の馬。あとアブレイズ、うん、これ藤井ジョッキー、コロナ馬券買っとけ、ある、コロナ来ないよ。あとこれクラバンシュドールデムーロ、福永、あとね福永も結構ついてるよ、これリリーピュアハート、リリーさんの馬かなこれ、リリーさん、うん、福永だ。これ何頭ぐらいの、俺さマジでにわかだから、このこういう印がついてる馬、こういうのをちょっとちゃんと押さえたいよね。これデゼルでしょ、アブレイズでしょ、クラバシュドールでしょ、リリーピュアハート、フアナ、フィオリキアリ、リアメリア、これは抑えたいよね、やっぱりこの印がついてるのいっぱいね。うん、せいさん買ってきました、買ってきた、ありがとう、あ、ありがとう、そうありがとう。でこれどっちが好きですか、え、どれ、これとこれ、ちょっと2つ一緒のなかったんで、あ、じゃあこっちかな。で、あとこの前もポテサラ食べてくれたんで、ポテサラと、うん、メロン、あ、ありがとう、メロンパン、ポテサラね、あ、メロンパン、ね、食べましょう、メロンパン、ありがとう、ちょっとすいませんね、お昼ご飯ちょっといただき、ちょっといただきますね。ふわなで、リリーね、リリー絶好の仕上がりだって書いてるよ、リリーピュアハート、うん、どう、で自分はもうわかんないですね。フアナだけしかちょっと自信ないですね。フアナ。でも、はい、リアメリアは、うん、でもやめといた方がいいです。なんでかって言ったら、うん、あの今日18頭立てなんですよ。うん、でね、リアメリアって本当は一番強い馬なんですけど、うん、ものすごいね揉まれ弱い馬なんですよ。走らないんですよ。揉まれ弱いってことは多頭数だったら走んないってことなんですよ。で、調教も本当に。うん、他の馬がいない時間帯狙って、うん、短期でしかやらないんですよ、うん、だから全然悪いところが治ってないですね。どうしようもない馬です。クラバシュドールはね、調教一番良かったけどね、
どうなんだろう。で、絶対今日買うっていう馬は不安な。絶対だね。何か最後の最後で買える時あるじゃん。ないないです。絶対ない。今日は聞きました皆さん、今日は間違いなくフアナに単勝5万。いや、副賞っす。いくら落ちたよ。5万っす。副賞5万。何倍ですかそれ。 1.6 はつきます。いくら勝つのそれ。3万勝ち。じゃあ昨日の負けたを駐車場代で取り返します。単勝はなんでいかないのそれ。そんだけ自信あって。自信あるんでしょ。だってなんでいかないの単勝に。じゃあ単勝1万いきましょうか。単服1万4万。あ、まあそっちのいいね。え、3万かけたら1号ずつやってよ。え、1号 1万5千ってよ、単服。それじゃあ3万円でいいってことですか。あ、5万いくのか。ってことはじゃあ2号ずついってよ。ね、7万勝負になってる。2号ずつ副賞単勝2号。だって6万しか入ってないですもん、口座に。いけるじゃん。だから明日10万勝負するから予算の分で3万ずついこうよ。じゃあ3万単服。だってそれ、うん、2着3着の時、うん、ガミるじゃないですか。1万4万でしてください。1万4万がいいの。だってガミるじゃないですか。あ、そうか、はい、2倍つ副賞2倍つくんだったらそれでいいですけど、ガミることをさ想定して買うもんなのそれ。自信があったら大丈夫にダブル取りできんじゃないのそれ。怖いってこと。相当自信あるんでしょ。だって自信はありますけど。フアナ飛ぶぞ。フアナね、でも単勝 4.1 倍だってめちゃくちゃ美味しいじゃん。まあ美味しいですけど、フアナね、まだ、フアナまだね、周華賞出れないんですよ。このレースって周華賞トライアルも兼ねてるんだって。まあ、賞金がいるんだよ、周華賞出ようと思ったら。で、フアナ、まだ周華賞出れないのに、周華賞ルメール乗るって決まってるんですよ。なんだ今日ルメール乗って。だから、うん、ルメールもそんだけ強い馬っていう認めてるんですよ。そういう情報ってどっから拾ってくるのそれ。じゃあだからせいさんも毎日スポーツ新聞読むようにしたらいいんですよ。読んでる。スポーツ新聞とかに読んでる。読んでますね。見たことないよ。君と一緒にさ競馬やるじゃん。いつもパチオジカ俺かかってくるじゃん。見た方がいいですよって。見てるの見たことないよ。リスナーさんがね、うん、写メ撮って送ってくれるんですよ LINE で。ほんまにじゃあ買わなくていいってこと。記事の切り抜き、はい。あ、それすごいの。マジでそんな人いるの。かやくさんのリスナーさんで。いるんだ、うん、じゃあその情報は確かな。ほらほら、権利取りなら明治に近いさ。相当自信ある。で、どこだったっけ。旧車どこだったっけ。誰でも知ってる情報。でも人気割れてるじゃん。ディアメリアとかクラバシュドールが人気するじゃん。だから美味しいんじゃん。明治なら勝てる。だからやらずと明治があるから。やらずって本当に調教とか力入れずに馬が仕上げてない状態で出すことをやらずって言うんだけど、これがありれるからね。アブレイズ行く。アブレイズ、まあ、10番富士。アブレイズ強いですよ。アブレイズは前走負けてるんですよ、うん、でもあれ怪我して負けてるんで、うん、実質2戦2勝の馬なんですよ。絶対押さえてください。アブレイズ、アブレイズね、言った人偉いね。あれね、前走14着なんだけど、怪我で負けてるだけだからね。実質2戦2勝の馬なんだよね。
目一じゃないよ。もう東京遠征3日目でもうボロボロです体。アブレーズ狙ってるよ。10番ね。八王子電話番号わかんない。アブレーズ最強なの？強いですよ。2002章の内容も結構強いですよ。何時からこれね、3時35分でも不安なんでしょ。不安な、はい、あのね、うん、あ、角井厩舎、ウォッカとか出したとこだ。そうそう、炭ね、炭厩舎が言うぐらいだから、うん、相当自信あるんですよ。あのフワナルメール、ルメールで乗るんでも、うん、強い厩舎。あのね、もう単勝単勝言ってる人に言いたいんだけど、うん、俺明日が、明日のよっさんコラボのために東京来てるんだよ。もうか勘弁して金なくて。アブレーズ前田さん、チューブの前田ってこと？あ、そうなんだ。前田さんの馬なのこれ。八王子呼ぶか。電話分かんないし間に合わないでしょ。間に合わない。どうする？福永リリーね、リリーおばさん。なんだ、まどんちかだぜ。この人なんすか、いつも。違う、あの、また違う人なんですか。すごいな、せいじさん、ほんとパンタ出すぎですね、ほんと。はい、出せパンタ、センキュー。これで、ね、さっきの駐車料金、ただあと700円。700円。電話登録仕方わかんないから電話帳に書いてるんだって。スマホの電話帳は使い方わかんないから。どうする？でも火薬さんの競馬予想ってさ、馬連とか三連単とか一切ないから楽っちゃ楽だよね。一等だけだもんね、副賞だけだもんね、ほとんど。それでも勝てたらいいじゃないですか。それでもさ、本当にプロ馬券手と呼べるのかっていう。三連単って買ったこと見たことないよ。何での？あったんですもん。だってだってみんなさ、思わない、なんか俺思ったんだけど、だって副賞をさ、うん、5点7点ぐらい買っても全部当てないといけないんですよ、うん、3連服って、うん、副賞7等ぐらい買って、うん、全部1等も外さに当てるのが3連服と3連単ですよ。当たるわけないじゃないですか、うん、言っちゃったよ。夢がないな。つまらん。いや俺はだから副賞競馬にする。名前タイトルだ。単勝買わないでしょ。単勝も買ってます。馬連買わない、ワイド買わないでしょ、三連単買わないでしょ。これ副賞競馬にやるよ。タイトル買ってるよ。うん、あのね、おもんないって言われるんだけど、うん、俺はね、よっさんみたいにさ、ケンちゃんとかの買い方の方が面白くないと思うよ。だって見ててわかわかんない。あー、ケンちゃんどっちかです。水上花火、水上花火先行。俺は頭で買う。ノーザンファブ、あ、1番な、あ、1番なで、もう一人のうちの社長も1番なのよ。あれでしょ、リアメリアでしょ、うん、1番よっさんでさえさ、3連単買うじゃん。だってえ、俺の方が面白くないっておかしくない？だって何応援していいか分かんないじゃん、いろいろ買って。まあね、まあね、見てる側は分かりやすいじゃん、1等だけ買った方が、うんうん、まあね、配信的にはね。なんで俺の方が面白くないって言われるの、うん、書くのもめんどくさいしね、何買ったか。そうそうそう、テロップでね。でも配信外はちゃんと3連単の買ってんでしょ。買うときは。いや、配信外買ってないって一切。絶対買うときは配信つけて。あ、そうなんだ。せいじさんみたいに配信外でパチスロ行くみたいなんではない。あ、そっか、うん、言ってリスナーさん教えてって言って。まあいいっすね言っていいですって。
聞きたい。いつもの火薬だるの時。クマさんありがとう。クマさんです。いや、言いますよ、もう。どれだけ帰ってほしいですか。あ、この人でしょ。あの、まだ大阪帰れって言いながら車から投げてるやつ。あ、そうそうそう。そうでしょ、はい、あ、社長なんだ。大阪帰れって言って。そうそう。誰かなと思った。いやいや、リアメリア調教抜群って書いてる人は、調教のこと何も分かってないよ。合わせ馬なしで短期で調教やってるだけだよ。うん、調教っていうのは、あの、走らせるのが調教じゃないからね。タイムを出すのが調教じゃないからね。あのね、調教のこと何も知らないと思うよ。リアメディアが調教抜群って書いてたら。立冬も書けないのこれ。なんで立冬書けない。伏せ字になっちゃった。墨。あ、これあの調教師。あ、調教師。調教がダメ。あ、調教がダメ。SM プレイ。あー、なるほど。だからよく競馬ね、調教師も書けないのこれ、はい、おい、競馬で結構使うのにな、調教師書けないんだ。なんだそれ。もう運営さんやめてよ。もう不安な来る。何着に来るの。何がですか。不安な。いや、それ3着以内は硬いですよ。だって、うん、フローラステークスってかなりレベル高かったんですよ、うん、フアナが3着の、うん、フアナ直線で横の馬に、うん、横の馬のジョッキーに顔面にムチ思いっきり当てられてるんですよ、うん、で、ひるんだり道が狭くなったりして、うん、最後その状況で伸びて3着、それ不利なかったら勝ってますよ。そう、相当強いですよ。で、フアナ弱いっていう人いるけど、うん、バカありがとね。不安な弱い人言いたいんだけど、うん、あのね、弱い馬が4戦やって1着1着2着1着にならないから、まず。あ、3着か、うんうん、だから正直明日ね。ナナちゃんからクラックマンありがとうね。ありがとう、ありがとう。だからね、明日のあのバビットっていう馬いるんですよ。あの、うん、誠司さんが単勝取った馬覚えてます、うんうんうん、え、覚えてるんですか、うん。あの、明日バビット出るんですけど、うん、バビットは多分明日そこそこ来ると思いますよ。あの、4回走って全部1着と2着なんで。うん、弱い馬はね、やっぱね、あの、掲示板で言うか馬券内に全部来ますわ。あの、強い馬って、うん。だから言ってんじゃん、もうなんでそれループするの。単勝行けばって。だから言ったじゃん。明日予算との競馬しに来てんのに、お金もないって言ってんじゃん、俺。フリやった馬買うの好きだね。え、でもね、あのフアナね、フローラステークス以外もかなり強いよ。2着のレース、フアナが2着のレース、1着あのアドマイヤ、なんだったっけあれなんだったっけ、6億円するやつ6億円する馬。何それ。アドマイヤ3区いっぱいいるのね。あの、フアナが負けた馬って何だったっけ。そうそう、ビルゴ。アドマイ、フアナが負けたのって新馬戦で、アドマイヤビルゴなんで。しかも、あの、アドマイヤビルゴと一緒の足使ってた。福永ちゃん乗ってたのって言ってる。だから今日、だから ルメール初騎乗なんですよ、フアナ。そうなんだ。別にでもいいじゃない。だから逆に言ったら、クラジョ大幅強化っす。まあ、天乗りちょっとまあ不安ですけど。二走ともハイペースだから、前目につけてるか強いじゃん、余計。後ろから行く馬じゃないんだから。クラジョとも言うらしい。なんか出てくる、調べたら。ビルゴは強かったじゃん。安城でちょっとマウント取ろうと思ったけど、クラジョでも出てくるんですよ。マラトンさん、だからビルゴ強かったじゃん。前走ビルゴ見てないの。どんな強い馬でも一回負けたりするからね。ビルゴは4着のことを言ってるんだと思うけど、4万もすると思ってなかったんでしょ、風俗。昨
や、昨日風俗ひどかったですよ。4万も払うならって言ってる人いるけどさ、せいじさんに連れてってもらったらよかったっすわ。うん、せいじさん、ちなみに今日町田でね、競馬だったら町田で風俗行きたいんですけど、うん、行かない方がいいですかね、町田だったら。いや、町田降りたことないわ。でもそう、そうなんですか。あの、キズナさんに聞いたら教えてくれんじゃない。いや、だから昨日ね、渋谷行こうとしてたのに新宿行かされて、うん、リスナーさんに、うん、それさ、新宿タヌキの情報でしょ、それ。競馬もなんかその雑談タヌキみたいなとこから情報得てるでしょ、はい、だから信じる人ちゃんとあの見極めた方がいいよ、はい、なんでそのタヌキの情報で行ったりするのよ。まあその、わざと言ってるとしか思えないんだよ。新宿が多かったんでね、わざと言ってるとしか思えない。で、新宿ってやっぱあれ、ボッタ多いっすか。多いらしいよ。ですよね、うん、もうミスったわ昨日、ほんと。うん、そうでしょ。タヌキ枠にしてさ、あ、新宿行く？どうする？って言ってたんでしょ。え、これ乗ったらいいの？教えて！とか言いながら行ったんでしょ。で、着いたのが新宿なんでしょ。はい。自分が悪いんじゃない？それ。あー、かなりぼったくりあるんだ。だってね、うん、前金1万払って、うん、で、それの別個で3万1500円取られたんですよ、うん、で、領収書が3万1500円で出てきましたもん。普通4万1500円で領収書作る、うんうん、おかしいじゃないですか。入れてんじゃないの、その呼び込みのやつが、うん、多分入れてんのもよ。で、前金取られたんですよって店で言わない方がいいと思うんですよね。そいつが罰悪くなっちゃうからね。言ってないでしょ、それ。言ってない、うん、あんま言ってないですもん。だから、呼び込みのやつもやっぱチップ欲しいから、そういうことやってんのよ。店には内緒なんだよ、それ。だから言ってほしくないの。えって、さっき1万払ったんですけど、え、そうなんですかってなって、その呼び込みのやつと店のやつがトラブルになるから。だって呼び込みで最初にさ、前金で1万円もらわないよ普通。そうやって小遣い稼いでんだよそいつ。でもあれですよ、うん、あの無料案内所の人だったんですけどね。無料案内所って風俗店から紹介してくれたらバッグが来るのよ。お客さんからもらわないからね、はい、おかしくないそれ、はあ、うん、無料案内所の人にもらあげたの1万円。違う、店入ってですよ。店入って1万円 払ってから入店になりますんでって言われて。そんなのある？オッパブで店の名前も出してますよ。今日行ってくださいよ、せいじさん。で、何分なのそれ、4万いくら払って。50分です。50分4万円のオッパブ。2人出てきた女の子で、可愛かったっすよ。50分4万円のオッパブ。じゃあ、あのドリンク、ちなみに3000円のドリンク3倍あげました。女の子ね、1人しかつかないと思ったんですよ、うん、だからその子かなり可愛かったんで、一応ドリンク2杯おごったんですよ、うん、そしたらまた違う女の子出てきて、うん、それはもちろん無料ですかって聞いて、うん、無料だったんですよ。で、だから結果的に、うん、その 2人目の女の子にもドリンク3000の1杯おごったんで、うん、ドリンク3杯おごったんで、だから2万円で済むと思ってたんですよ、うん、金額。そしたら、ね、4万1500円かかりました、なぜか。え、脇を舐めたの？脇舐めさせてもらいました、2人目の子。1人目は拒否られました。脇舐めるあれなの、性癖なの？いや、脇舐めたいですね。え、おっぱいは舐めたの？おっぱいはもちろん舐めました。舐めて、はい、脇舐めて、はい、で、チューしたの？チューもしました。チューもして、はい、で、勃起したの？勃起しました。で、触ってもらいました。あの、直接じゃないですけど、服の上から。上からです。それが2人経験したの。1人は脇ダメだったの？ダメです。で、うん、パンツの上からで、あの、おまんこ触らせてもらいました。パンツの上からだったら OK でした。パンツ1枚になってるの、女の子？いや、スカート履いて。スカート履いて、で、下はダメって言われたんですけど、うん、下、パンツの上からでさ、触ったら怒られなかったです、別に。ボッキーダルしたの、名前、ボッキーダル。ボッキーダルにしな、はい、ボッキーして4万円払って終わり。他お客さんいた？いや、お客さんね、最初入ったら誰もいなかったんだよ。で、めっちゃ怖かったんだけど、時間がちょうど8時で、あの、お客さん全く いないねって言ったら、うん、いや、まだ始まったばかりなんでお客さんいないんですよって言われて。でも、うん、2人ぐらいは来ました、他に。自分がプレイ中に。ありがとうね。ありがとう。みんな普通になっちゃって、これ。ボッキダル。ソープいけるんだよ。だから、そうそう、ソープいけるよ。4万あったよ。かったっすわ。
脇が甘い脇だけにね、ありがとうございます。あ、自分あの押しマーク消されちゃったんですよ、あの、うん、してるしてる、いつだもんね、勃起だナイス、 ありがとうございます、花火、ありがとう、勃起だりにしな、また押しマークつけてください。4万円あったらソープいけるよ、マジで、あの、はい、本番できるよ、はい、おっぱぶり4万円はないな、俺さす聞いたことないわ、うん、中級店いけるな、高級店はいけないけどね、4万円でもったいねえな、はい、それが初めての風俗遊び、そう、初体験でね、おっぱぶもなかったの今まで、ないっすないっす、キャバクラはね、リスナーさんにはしごで2軒連れてもらったことあるんですけど、うんうん、初めてなんて、どうだった、うん、初めてって言ったな、また行きたいと思った、4万円じゃなかったら、おっぱぶじゃなくて、おっぱぶってもう8000円ぐらいで遊べるよ、1時間、あ、そうなんすね、うん、また行きたい、8000円ぐらいだったら、だからちゃんと本当に安全なとこだったら行きたいです、毎金1万とかそんなんじゃなくて、だから帰ったら本当に大阪でリスナーさんに聞いて行こうと思ってます。初めてだって、やめろって言ってたんだって、みんなそういうのは見えないんだ、たぬき枠で渋谷どこって言ってて新宿連れてかれて、うん、ね、やめとけっていうコメントは一切見えないんだじゃん、コメント多すぎて分かんないですよそれ、昨日、いやいや大阪はちゃんとリスナーさんに聞いて、うん、だから本当に人の、うん、止めたって言ってるよ、ぬこぱんさん、だから本当に知り合いにちゃんと聞いてから行くべきですね、うん、風俗は勉強代です、わざとしか思えないよ、たぬき枠でどここうやって切れながらさ、うん、新宿着いたんだけど、これ渋谷じゃないじゃんとか言ってで、止めてんのに行っちゃったんだろ、枠切って、うん、バカでしょお前、アホだよ、わざとだよ、足元見られた、やっぱネタになればいいと思ってるだろ、うん、やっぱその案内所の人にね、風俗初めてとか大阪から来ましたとか言うべきじゃなかったよね、うん、ああ川崎でよかった、川崎だったらいっぱいあるよ確か、風俗メッカだからね、しかも川崎って近いでしょ、奈々ちゃん家の方も戻る感じでしょ、うん、新宿まで行ってほんとミスったわ、いや野田さん、野田は知らないで、野田いたんですよ、で野田さんでしょ、何でお前呼び捨てなのお前、そういうとこだろお前、はい、ネットの中でも礼儀とかあるかなお前、なんで呼び捨てなのお前、ツイキャスでも大手さんだぞお前、はい、すいません昨日自分の方が閲覧多かったんでちょっと、そういうとこなんだって、すいません上から目線で言っときだろそんなの、最大風速だろそんなのお前の毎回出せんの1600人、いやだってせいじゃん自分大手に なるかもしれない、言ってくれたじゃないですか、奈々ちゃんの顔残りがでしょそれ、奈々、はい、ちゃん家行ってコラボさせてもらって、はい、閲覧ね増えて、なんでこうなっちゃうのこうやって、おい野田とかになっちゃうのお前、バカなのお前、いやいや野田の俺のそういうところでついてきてくれないよお前、そういう時お前リスナーの野田がニコ生で総累計視聴数3900人だったんですよ、うん、自分も1万超えてましたから、バカでそういうとこなんだって、ネットでもさねえ礼儀あるからね、なんでそういう時でかくなっちゃうの、はい、野田さんすごい鳩飛んで俺見てたけど困ってたよめちゃくちゃ、はい、それで枠切ったんじゃないのあれ、野田さんなんか火薬が呼んでるとかすごい鳩来てたよなんか、ツイキャスの大手さんだからねお前、はい、なんで野田って言えんの、はい、で結局詰めたらさあのそんな予算が悪くなかったってやつでしょ、そうですよ、予算が優雅に殴りかかれてんのに、うん、何も止めずに見てたのを詰めに行ったんですよ自分、うん、そしたら実はちゃんと最初に止めてたって、ほら何にも調べてないでいきなり突っかかってんやもん、台本なの、いや台本じゃない、ないですよだってね、向こう僕の名前知らないんですよ、知らないのにどうやって台本組む、知らないでしょ、はい、でこっちは知ってるでしょ、はい、完全にあっちの方が上じゃん、はい、お前のこと知らないんだよ、はい、お前は知ってるんだよ、はい、なんで野田お来いよお前に話あるからって、いやそれはだって自分の兄貴分がそんなやられてるんですよ、関係ない、おかしいだろお前、予算死んでたかもしれないですよ、ユイガのあのやばいね、
陽気だよお前絶対。いきなり感触を起こすしさ、なんかキレ出してリスナーさんに、それは競馬リスナーさんにもキレ出して感触持ち出し、病気だってお前。精神科ちょっと行ってきますもん。うん、やめなそういうの。なんなんすかこれだけ残すの、なんかこれだけ残してダイエットしてますから出す。全部食べてくださいよ。なんなんすかこれ、ダイエットしてますアピ。なんか意識だけはなんか高く見せようとするからね、ツイートとかも。配信会で食いまくりだから本当。お腹いっぱい、あのねカロリーはものすごいよ。だってメロンパン1個500キロカロリーするからね、サンドイッチ2つで600キロカロリーだから、これもう1100キロカロリー取っちゃってるからね、これで。あ、バーガーです。病院行ってきますわ、うん、おすすめクワナです。一頭だけです。いないでしょ、他に。わかんないですわ。唯一、まあクラバシュドールが調教めちゃくちゃいいんで、うん、で、実力はね、うん、リアメリアとクラバシュドールめっちゃ強いんですよ、うん、で、クラバシュドール調教良かって、うん、デッキが本当にその調教通りのデッキだったらクラバシュドール今日勝つと思います。ただ、うん、前走ね、オークスで、うん、完璧な競馬してボロカス負けてるんですよ、うん、もう自分はね、いくら調教走っても終わった馬だと思ってますね、クラバシュドールは。それ考えたらもう消去法で不穴じゃない、うん、勝って風俗行きたいな。なあ、はい、どうする、 どういうとこ行きたい、本番店行きたい。いやもうなんか抜きだけでいいです。抜きだけ でも、うん、もう本当にバケモンみたいなのが出てきてほしくないです。で昨日それ言ったんですよ、うん、手こきだけで安いとこお願いしますって言ったら、うん、いや絶対に、うん、あの手こきはもう本当に、うん、やばいの出てくるんで、うん、絶対それだったらオッパブの方がいいですって言って、オッパブ絶対可愛いですって言って、事前に太っ、まあ、それは確かに一理ある。あ、そうなんです、うん、太ってる人絶対ダメって言ったんです、うんうんうん、NG って言ったんですよ、うん、そしたら、うん、いや手こき太ってる人めっちゃいますよって言われて、うんうん、でオッパブになったんですよ。あと馬体重とかもあるね。あと パドックって何を見てるの、いつも教えてって言うじゃん戦さんに、はい、何を重視してるのパドックって。自分でもしも見れた状態だったらあれば、ぶっちゃけパドックなんか分かんないですよ。だからもう汗かいてるかかいてないかだけです。汗だけなので本当にひどい。そうなんです、汗だけでいいんですパドックって。だってせいじゃん、あのね、うん、人間、馬を人間とするでしょ、うんうん、で人間がパドックやってるとするでしょ、うん、それせいじさん、うん、筋肉痛の人がパドック人間が歩いてて筋肉痛かどうか分かります、その人が。筋肉痛でも普通に歩けますよね。分かんないけど、筋肉の張りとかを見るんじゃないの、馬のパンパンですね、でこの馬はみたいな。でもそれもね、いつもパンパンの馬だったら、うん、いつもパンパンの馬がいつもパンパン、そのパドックでもパンパンだと意味ないじゃないですか。いつも普段パンパンじゃないのにそのパドックがパンパンだったら、うん、めっちゃプラス効果だと思いますけど、そういうのも入れ込みとかも、ほら俺ダビスタやってたから、そう入れ込みとかもあるじゃんね。え、この馬ちょっと気合入ってますねとか、そういうのは関係ないってこと。汗なの全ては。じゃあパドックは汗と、本当にめちゃくちゃ本当にひどい時は、うん、フェラーリみたいになる馬いるんですよ。そういうのだけしか見てないですもうそういうのマジ来ないんですよ。ヒヒーンっていう時、はい、あれはダメなの。もう本当めったないですけど、タワーオブロンドンとか一回ヒヒンでなって後ろこけたんですよ。レース来なかったですもん、KO 杯かなんかで。何なんですか。ダメなんですって。だから皆さんいいですか、カヤックリスナーさんよろしいですか僕のリスナーさんは信じなくていいですよ。パドックに関しては汗ですね。わかんないよ見ても、うん、汗でこういうフェラーリみたいになっちゃう馬は買わない方がいい。めったないですよ、めったないですけど、うん、そういうのもあるんで最悪の状況だけ確認します、買ってる馬が、うん、でじゃあいつもリスナーさんパドック教えてっていう時あるじゃないですか、はい、早くさんが、はい、見れないからっつって、はい、その時はじゃあ汗が入ってるか書いてないかっていうのをコメントで欲しいってこと。もちろんだって夏競馬だったんでよく、ね、うんうん、夏競馬みたいですよ。だからパドック教えてって言われて、パドックっていろんな情報いっぱいあるじゃないですかね。えだから汗だけ書いてるか書いてないか教えてくださいってことです。そうです汗みたいです。うん、他は見なくていいみたいです。汗かいてないよとか汗かいてたよってそれだけでいいみたいです。
俺も見てる側だったら、え、パドックってめっちゃ情報いっぱいあるけどどれを教えてあげたらいいのってなっちゃうじゃん。はいはい、うん、だから汗かいてるかかいてないかだけでいいんでお願いしますね。たまに言うんですよ。今日でも、あの、見れる、今日見れるんですけど、はい、うん、汗についてちょっと注目しながらパドックを見たいと思います。馬の汗ってのはどういう感じなの？泡立ってんの？もあの、あ、バグの横からブワーって出てんの？汗が分かるの？汗かきすぎたら白くなるんですよ、石鹸みたいに、うんうんうん、馬の汗ってあのなんか海面活性剤みたいな感じになって、うん、泡立つんですよ。白い泡出てたらもうダメですよ、うん、で冬場だったら白い汗出てなくても発汗してたらやばいです。だってクソ寒いのに汗かいてたらやばいでしょ。はい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 。季節によっても違うんですよね。へー、汗。どんなパドックの見方だから、パドックなんか分かんないって、さっきも言ったけど、人間が筋肉痛でその人が筋肉痛で、うん、歩いてます、分かりますか、あなた、その人聞いて、あ、今日この人筋肉痛だって、 こんな感じ汗ってのこう泡立ってるような、どっか、どこら辺を見ればいいの？特に首周りとあのゼッケンのとこ、ゼッケンのところ、ゼッケンのところに汗が、ゼッケンと擦れるんですよね。 こんな感じ。そうそう、だからここは擦れるんですよ、あの汗と、うんうん、あの皮が、はいはいはい、擦れたら石鹸でこう泡立てたみたいになっちゃうんですよ、はい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 、馬の汗って。あ、こうなってる馬はダメなの？いっぱい汗かいたらこういう白いのが出て、これはダメなの？これはもうダメです。あ、じゃあ皆さん、あの今日パドック見たらこういうところをちょっと確認してくださいね。こんなに出るの？これ夏場とかはね、こんな出るの？こっか、はい、うわ、めっちゃ出るやん汗。夏場じゃなくても入れ込んでる馬はなりますよ、うんうん、はい、らしいっす。うん、夏場はいるから、ちゃんとかさ、こんな出るんだ汗。え、じゃあもう仮にパドックでフアナがこれこの状態だったらどうすんの？買わないの？その時は、次にじゃあ考えとかなきゃいけない。アブレイズ買いますか？その時はアブレイズらしいです。皆さん、まだ火薬さんの予想乗らないくださいね。これパドック次第では変わるんで、直前になったら。いや、ほとんど買いますよ。乗らないでください皆さん。はい、じゃあ汗かいてるの買うってこと？はい、買うみたいです。汗かいてない方がおかしいって。いや、夏競馬でもこの白く濁った襟結構ダメですよ、うん、夏競馬でも白く濁る汗出ないですよ、なかなか。本命だからちょっと買うのやめてとか言われてるんですか？いつも言われる、それ外れてるからね。ことごとく一番人気買うとね、4着になったり着外だったりするんでね、ちょっと不安になっちゃうんですよね、やっぱり。わかります、それは。でも当たるとき当たるんですよ、この人。いや、任せてください、マジで。本当にね、当たるとき本当に当たるのよ。だから分かんないんだよね、平和って。それぐらい難しいんですよね。うん、あの リスナーさん、ちょっとすいません、ニュータンタンメンって持ち帰りできますかね？ちょ、自分何も食べてないですよね、東京の美味しいやつ。しょうがないし、配信中なんだから食えない、食えないよ、我慢しろよ。な、そこなんで、ちょっと買わせてください。できるって、持ち帰り。できるの？ちょっと自分買ってきていいですかね？できるって、え、何？タンタン麺持って帰れんの？うっそ。ニュータンタン麺なんかね、めっちゃコメントで美味しい。早く行ってこいよ、始まるから。に、あと1時間しかないぞ。マジでやばい。あ、ほんだ、時間もうこんな時間か。やばいよ、早くしろって。行ってきちゃいよ。せいじさん食います？うん。何笑ってんの？いや、じゃあ2つじゃ買ってきますわ。せいじさん、申し訳ないです、お願いしていいですか？うん、自分本当すいません、東京でね、うん、まだ何も食べてないんですよ、本当に美味しい、うん、観光のやつ。笑われたんだけど、なんで笑ったの？できんのかな、ラーメンでしょ、だって。ニュータンタン麺って俺初めて聞いたんだけど。うん、買いに行った。早いな、あいつ走んの。もう見えなくなった。ニュータンタン麺だって。
美味しいよ、食べてみて。メロンパン残す。笑い情報とか、なんか人をバカにする笑い方だよね、あれは。うん、完全に。この人糖尿なのに大丈夫みたいな感じでしょ。うん。うん。いや、食えるし、ラーメンは飲み物なんでね、食べれるし。うん。僕の本命ちょっとわかんないですね、どうしよう。火薬さんの、たまに当たるからね、乗んなかったら乗んなかったり、こいつが、ねえ、よっしゃーみたいな隣でやるときイラッとするしね、どうしようかなと思って。うん。で、せいさん、外れたんですか？当たったんですか？当たったっすよね？とか言って言って、わざと言ってくるじゃん。俺外れてんの知っててさ、当たりましたよね？とか言って、知ってて。それがね、もう、ムカついちゃうんだよね。エルボーしたくなるのよ。それが嫌なのよ。うん、あれどうしよう、違うの買おうかな、1番買おうかな、川田。うん、エルボしていい、そういう時は。うん、アブレイズも買いたいっちゃ買いたいよね。リリー強いの？リリー絶好調って書いてあるのよ。うん。俺さ、これ誕生日馬券行っちゃっていい？これ。俺5月13日生まれなのよ。で、リリーピュアハート5番でしょ？リアアメリア1番でしょ？ 3 番フアナでしょ？これ513ボックスのワイドかなんかやっちゃっていい？これ。513馬券。俺の誕生日なのよ。いい？ワイドで。ワイドボックス513あるっしょ。うん、バカヤも入ってる一番いいよ、来るから。別にワイドボックス513馬券買うわ、めっちゃ安い、いいと思います。ふわくも、あ、社長、これそうする、どうする、安いのこれ、ガミるのこれ。513ボックスって何点なんのこれ、ワイドだ。ワイドだと。リリー、フアナ、リアメリア。ガミル ?6 点 ?3 点 ?3 連単絶対嫌だ、これは。絶対変なの来るもん。3着とか。うん。あ、店によってなの、テイクアウト。みんな教えて、何点なの、3点でいいのってことは6点になっちゃうの、ワイドボックスって。うん、外枠も突っ込んできたらやだもんね。ワイドの方がいいよね。ガミるの、だって単勝も割れてるから大丈夫でしょ。3連単買わないよ。うん、ガミるのこれ、ワイドさん、ガミる、サントリーで5倍ぐらいしかならない。マジで鼻くそみたいなやつさ。ボックスやめときな。どうしよう、生まれんボックス行くじゃん。どうする、生まれんだったらガミらない、変なの来たらやだな、これ。デゼルとかアブレイズとか来たらやだな、グランバッシュドールも来たらやだな。軸決めてもう流す、生まれんで。じゃあリリー強い、リリーそんな強いのこれ、福永。汗かいてる？俺の馬。あれ、かやくさんたまに俺の馬って言うけど、なんか馬主みたいな感じになっちゃうよね、なんか。俺の馬、汗かいてる？オッズ下がった？俺の馬。俺の馬って言うんだよね、たまにね。馬主になったのかなと思っちゃうね、あれ。ね。
まあさ、佐々木大魔神とか馬持ってる人いるじゃん。ああいう人がさ、あの関係者にさ、どう俺の馬汗かいてるとかだったら、それはわかるじゃん、俺の馬なんだからね。ただただ馬券買ってるおっさんだからね、俺の馬でもなんでもないんだけど、ローズステックス変なの来る、変なの来るの、そう、変なのがわかんないんだよね。プラス18キロもあんの、そいつ。クラバシュドールプラス 18？ そんな太ってんの。でもこれ若い馬だったら、これ成長分ですねとか言われるんじゃないの。これ何歳馬なの、これ何歳馬、これちょ教えて、何歳馬これ。これ4歳5歳馬だったら、これ何歳馬、これ成長分とか言われる、これプラス18で大丈夫ですねとか言われる。3歳か、どうなのこれ。みんな3歳馬プラス18キロって、これ成長分なの、これ減ってたのが戻った、これはじゃあプラス材料だね、成長してる。グランバシュドールいいじゃん。じゃあ、あ、そうな、3歳牝馬限定なのこれ。あ、書いてあるわ、3歳オープン牝馬。リリーもプラス 18？ どうするこれ。もう1いらないとか書くなよ、後から。買った後から、なんだよ、買った後に言うなよ、なんなんだよ、買ってから言うなよって言われるかね。火薬さん買った後にそういうマイナス材料を書くと怒られるかね。やめた方がいいよ。うん、なんかすごいそういう情報でもうイライラするから、うん、もうこっち買ってんのにもう来るぞっていうコメントじゃないと怒るかね。あ、火薬さん、これめちゃくちゃいい情報入ったんですけど、つって、あの調べてさ、ちゃんとそういう確かな情報で言うと怒らないから、あのマイナス材料を言うと怒るよ、買った後にね。うん、馬体重ちゃんと見たとか、マイナス20キロだよとか、そういう時めちゃくちゃ怒るからね。うん、もう買った後に言うなよ、教えてくれよ。リスナーさんの選手大好きだからね、マジで気をつけてね、あの発言に。マジで買った後に、多分今日はフアナ買うんですけど、フアナのマイナス材料絶対言わないで。うん、ルメール来ないよとか。あ、フアクマリです。リリーの服なんか J 勝てるんちゃうかな。だそうです。どういうこと、J 勝てるって、どういうこと、社長。うん、お前らのせいだからなは言わないと思うよね。うん、でもそれに近い言葉を言うと思う。なんで後から言うのとか言うと思う。買ってからね、先に教えろよみたいな。うん、だから外れたんだよみたいな感じは言うと思うよ。うん、あれも、俺もゲイだと思ってんだけどね、わざとね、あのニコ生出身じゃん、あの人わざとコメント欄をそう走らせるようにやってるんだよね、わざと。あれゲイだと思うよ俺。うん、騎手がいいよね、確かルメールはね。でもこれ競馬新聞見てるけど、全部20丸ついてないんですよね。これダビスタだとね、ダビスタだとこれ買えないやつなんですよ。ダビスタで馬券買えるじゃないですか。ダビスタで絶対来る馬っていうのは全部20丸ついてるんですよね。なんかオカルトなんですけど、バラバラなんですね今日。予想士が、これ予想してる人が本命いっぱい、いろんなとこ散らばっちゃってるんですよ。
だ絶対じゃないと思うんですよこれ。不安なね、2個しかついてないんですよこれ。サンスポ買ったんですけど、本命打ってるのが2個しかないんですよ。で本命が一番多いのがリリーピュアハートっていう馬なんですよ、福永のね。これ3ついるんですよね。20丸、あ買ってきた買ってきた、ニュータンタンメン買ってきた、ニュータンマンタンタンメン買ってきました。 ありがとう。うわ、熱々じゃん。美味しいんすかねこれ。チェイさん食べたことあります？ない。なんか、あ、光っちゃってる。麺と 別でこんな容器に入ってテイクアウト。なんか店によるらしいね、テイクアウトできるのとできないの。あ、そうなんですか。うん、どうなのこれ、美味しいの？これ出来たてじゃん。自分ね、でも正直言っていいですか、うん、ちょっとニンニクの匂いがちょっとすごくて。半端じゃないね。まあいいよ別に、半端じゃないニンニクが。美味しい。いや車の中で絶対食っちゃいけないやつだよこれな。何、要はどういうあれなのこれ、何味なのこれ。なんかキムチっぽい匂いがするけどね。いやちょっと匂い微妙だぞこれ。美味しいの言ってよ。正直もうちょっとあんまり、絶対汚さないようにしますんで。830円でした。こんな感じですね、こんなスープで、これが入れてラーメン自分で作るみたいな、ね、こんな感じです。入れます。うん、具は入ってないんで、あ、ちょっと入れるとこに。いやこれちょっとポチャンってなりそう。大丈夫でしょ、絶対こぼすねお前。オッケーオッケーオッケー、大丈夫。じゃあ食べてみて。スープがいきますね。うん、スープから。どう？いや普通。普通？え、うまいって言われて買ってきたんじゃないのお前。いやコメントでこれ美味しいって結構コメントあったんですけど、ね、コメントでこれ830円高くない？具も卵しか入ってないんだ。ほんとだ。これ何人気だったの？あのめちゃくちゃ人並んでんのこれ。まあ行列8人ぐらいいました。8人食べてんの？この時間帯、この時間だ。熱くてモテねえなこれ。え、じゃあ 誰が悪いのこれ。 なんでこれ買ってきたのこれ、まずいのに。いやコメントでだって美味しい美味しいって言ってたから。 誰が悪いのじゃこれ。いや言わせるとしないでください。誰が悪いの？リスナーさん、リスナーさんのコメントが悪いです。これは美味しくないわ普通に。いただきます。どこが美味しいの？ああ、なるほど。これさ、ニンニク油ラーメンじゃないこれな。すいません、クマさんありがとうございます。まだ明日帰りますんで、もう申し訳ないです。ニンニク油ラーメンだこれ。はい、これ家でも作れそうじゃないこれ、うん、これなんで情報ちゃんと得なかったの？みんな言ってたのこれ美味しいって。結構コメントで ありましたこれ。町田商店のうまいわ。で昨日町田商店食ったんですか？食った、ツイッターあげてるよ。具が入ってないです。これちょっとまずいっていうか、味気ないっていうか、カップラーメンレベルだよね。これ830円です、いっぱい。嘘でしょ？本当です。
これまだコンビニの温めてこの 生麺タイプのさ、レンジでチンして食べるラーメンあるじゃん、あっちの方がうまいかも。なんか卵とひき肉ちょっとしか入ってない。これダメかも。俺関東人だけど舌超えてるんですよ、ラーメンに関しては。これちょっとレベル低いかもしれないですね。うん、止めてくれよ止めてくれよ、買いに行くとき。そう言わないと。店で食わないとダメなの？店で食っても一緒じゃない？これ、うん、これが出てくるんでしょ、だって、はい、え、店で食ったらチャーシューが入るとかないよね？あるの？ネギが入ったり野菜入ってないですよね、まず。止めてくれよ、止めてくれよって言った。今止めてくれよって言った、はい。ニラ入ってない、何も入ってない。止めてくれ。あ、じゃあ最初行くかって言った時に負けた場合、止めてくれよって感じなの、要は。いけいけいけって絶対言ってくる。ものすごいニンニク臭いぞとか、ニンニク嫌いって言ってるから、うん、放送で公言してるから、ニンニク臭いとか、そんな買いに行くまででもないぞとか。止めてくれよらしいです。キムチ風味だよ、なんか赤いね、なんかね、スープが。なぜかキムチの味がするし。なあ、するな、なんなのこれ。キムチ風味じゃないこれ、キムチ風味の油ニンニクラーメンって感じですね。油が浮いてて、うん、全然ね、スープにあの深みがないですね、味の。食ってて腹減ってるもん。あ、味が全然あの深みがないですね。美味しいこれ、スープ。普通まずくはない。カップラーメンの方が美味しくないこれ、はい、なあ、はい、これ胡椒とか入れたら変わんのかな。なんか卓上に調味料あった、これ。いや、そこまで見てないですよ。見てない。なんか入れたらうまくなるのかな、お酢とかさ。味変したら大丈夫かなこれ。うん、かやくさんの味方いた。いいじゃないと、うん、ここ買う前に言ってくれよ、買いに行く前に。どこが美味しいの東京。せいじさんで、ちなみに町田商店レベルどれぐらい高いですか、せいじさんの。お、ん、 10点満点で。あ、まあ8か9ぐらいいくよ。え、9もありえます。うん、 これちなみにこれ 2とか1とか。いやー、お、食べれる量って限られてるんでね、うん、町田商店行ってよかった。車ラーメンな。千夜吉野家。あ、そこそこうまいって書いてる。まずでしょ。ベストラーメン屋さん行かないんだよ全然。全部食えねえわこれ。まずくて。捨てよこれ。はい。ダメだこれ。
好きなラーメン、ラーメンショップですね。あの埼玉県の幸手市にあるんですけど、うん、金立てっていう、そこのラーメン、ラーメンショップ一番前ですね。うん。うまいっすね。ラーメンショップなんか一番だって、あのラーメンブックとかあのホームページあるじゃないですか。ラーメンデータベースっていうホームページあるんですけど、はい、そこでも結構上の方ですね。へ、あと富田ってとこ美味しいですよ。松戸の千葉県の富田。町田商店行くわ、いますわ今日。うん。富田うまいですね。うん。個人的にその山岡屋も好きだしね。うん。金丸も食べたことあるけど、普通そんなに。椿が美味しい。うん。なんすかラーメンショップは椿って。椿ってあるのよ。メニューで。メニューじゃねえよ、店の名前。ああ。うん、じゃあもう店で全然ちゃうんすね。違う、でも大体一緒だけどね。店の建物のも一緒だし、スープだけ店のオーナーに任せるよっていうラーメンなの。麺は一緒なのよ。いや、じゃあ全然当たり外れある。そうなのよ、同じやつ。そうなのよ。だから埼玉のラーメンショップ行ってくださいってことです、ね。うん、そうまあいろんなとこなんだけどね。いい、かゆくちゃん、これしてちょっと、はいよ、してるわ。うん、まだ行ってないとこいっぱいあるんですよ。だから俺も美味しいとこいっぱいあるんでしょ。 みんな知ってるでしょ、いっぱい。教えて教えて、美味しいラーメン屋さんで食ってから言わないで、そこ美味しくないよとかね、買う前に言わないでよ。買った後に言わないでよね。車ラーメン口に合うかどうだろうね。合うかな、この人関西人でしょ。関東人の俺からしたらめちゃくちゃうまいのよ。で、俺が大阪半年いたでしょ。めちゃくちゃ食いたくなるのよ。どうなんだろう。でも車ラーメンが関西にないってことはウケないってことなんだよね。うん。だから合わないかな、口に。うん。だからできないのかなって。うん、うまいって言うかな、早くさんは。車屋ラーメンって美味しい味噌ラーメンの店があるんだけど、チェーン店なんだけど、はい、それもね、大阪あるんですか。いや、大阪ないのよ。自分でもそんなどこも食べれないさ、量が。どこもいろいろ。あ、そっか。カムクラちょっとね、あんま美味しいと思わないの。白菜いっぱい入ってるでしょ、野菜ラーメンでしょ。美味しいラーメンっていう名前出てるでしょ。美味しい野菜ラーメンだっけ。美味しくないよね、カムクラも。ニンニク入れるだけでしょ、あれ。薄いでしょ、スープが。あ、だから女性受けするんだよね、カムクラってね。さっぱりしてるから、男からしたらあんま美味しくないね。ガツンとしてないじゃん、味が。うん、パドコロ美味しい。あ、テレビ始まった。もうパドック見ましょう。あ、パドック大事だもんね。はい。要は、あ、汗のところでしょ。汗を見たいわけでしょ。汗と、初めて見る馬だったら馬体を見たいですね。馬体見る、模様が綺麗とか、 あんまりガリガリじゃないとか、うん、太め感はないとか。まあ、スタートも少し休めようって。あと、そう、フェラーリこうなってる馬は絶対に買わないことで、めったにないです。ビクトリアマイルの圧勝劇から中2周で安田記念、さあ何が来るでしょうか。これでも決めるのね。はい、ふわな行きますよ。副賞5万、単勝1万、副賞4万らしいですよ。まあ2着はね、確保したんですけど。よろしいですか。期待が大きいですね。単勝1万、副賞4万。ディゼルプラス10キロで、せいじさんね、あの桜花賞から
若い馬なんでね、うん、間空いてるんですよ、桜花賞から。成長力っていうのがかなり大事になるんですよ、うん、だから馬体重増えてる方がいいんですよね、明らかに、うん、出てるいいっすよ、プラス10成長してるってことは。でもプラス18キロの馬いたよ、さっき教えてくれ。 いいんですよ、いいの。 2歳馬なんで。3歳だよ、これ3歳、書いてある。あ、昔で言うところね、すみません、うん、3歳なんですけど、クラシックなんでね。これがね、プラス10だって言った。クラバンジュドール。あ、これはもともとでも太めで出てくるって言ってましたし。あ、そうなんだ、はい、成長してるんでね。あとはレース展開でね、 2000m だからどこにつけてた方がいいのか。それはやっぱ馬場はまだ傷んでない。中距離っていうのは直線最後長いの、短いの。長いです。長いの、はい、ってことは馬群に埋もれてもちょっと外に出せば追いつくってこと、はい、させるってこと。あのね、ババが傷んでないんでやっぱ前有利です。直線長くて、まあね、前が有利の、前つけた馬が、ババがないや、いいんで。ババが荒れてたらね、暮れの中山みたいに、うん、前有利、先行馬有利、あとはペースだよね。スローかハイか、はい、どっちになるのこれ。ペースは、ペースはね、これ何あの先行馬が多いレースはハイペースになるよね。はい、そうみんながバーって行っちゃうと、あ、俺も行かなきゃ俺も行かなきゃってなってペースが速くなっちゃうと、はい、でハイペースになっちゃうと、前走ってる馬がだんだん力尽きていって後ろから来る馬の方が強いっていう。そうですこれでも割とどうなのこれ、ゆっくりなるんちゃうんですかね。逃げ馬いないのこれ、はい、ってことは前残りだね。前残りね。だからアブレイズとかも思いっきり前行くんですよ。うん、前行ってぶっちぎって勝ってるんで、うん、しかし中距離基本前、アブレイズめっちゃ人気なんでめっちゃうまいっすよ。副賞5倍つきますから。アブレイズだってなんか買う人いるよ、石田さんでも。厳しい情勢の中で中距離基本前、今はね馬場がねいいからね。内枠先行馬が吉だから、うん、じゃあ1番じゃん。この辺しんどいっすよ、ほんま。あ、しんどいの、外振られるんで。6、7、8枠しんどいって。しんどいっす。無駄に走るってこと。そうです。距離が距離がロスする。長くなるね。18頭相当多いからね。名馬ゆえの使命というのを感じますよね。そうですよね、やっぱ G1。 それじゃあ内枠よりか、逃げ馬4頭いる。ごめんもうあんま調べれてないんだよ正直。ただフワナだけに関してはちゃんと調べてるから、それは信用して。そうですね、ウーマンズハート分かんないですね。ただ今日差し馬が決まる展開じゃないって言ってたんで。ツヤがいいってパドック。これ何、これフワナ。じゃあこれ何でよかったのこれ。パドック見て。もう終わったのパドック。いや今からですけど、あれじゃないですか。なんで知ってるの。グリーンチャンネルは全部流れてる。あ、そうなんだ、はい、グリーンチャンネル先読みできんの。先読みっていうかグリーンチャンネルはこんな余計なこと言わない。あ、そうかそうかそうか。本当にパドックガーンとやる。あ、そうなんだ。もうあ、グリーンチャンネル情報それ。だからうざいんですよテレビ。あ、そういうことね。余計ななんか芸能人の予想とかいらねえっつって。うん、いらないね。そういうことね。グリーンチャンネルクラバッシュでも買うんだったら、まあ、あれだよね、ピンかパーだよね。ああ、この馬は本当ツヤがいいって。一番強いから、ね、どうなのこれパドックの情報。ツヤがいいってのはいいですよ。いいの、はい、いや、分かんのさ、見てツヤがいいってピカーンってなってる。分かりますよ。特に牝馬はね、うん、冬毛って言って、うん、寒くなってきたら冬毛出たりしてツヤなくなるんで、パサパサの毛が生えてくるんですよ。ツヤがいい方がいいです。あ、いいんだ。何が関係あるのツヤがいいと走りに関係あるの。そんな要はだって人間で言ったら髪の毛のシャンプーとかコンディショナーとか使ったらツヤがいいですねっていうことでしょ。陸上選手で言ったら関係あるんですね。髪の毛のツヤって関係ある。若い馬なんで基本ツヤいいと思うんですけどね。関係ある走るのに髪の毛、まあ、見栄えがいいかそれ言ってるだけかもしれないですけど、こいつ速そうだなってなる。ツヤがいいってだけで。あ、タイム早いんだ。1分32だから。あのね、せいさんこれマイル1分32って、うん、タイムが速かったらどういうことかって言ったら、うん、タイムが速かったら、うん、前へ打った馬でも、うん、上がり34秒ゼロとか出すんですよ、うん、そしたら後ろから行ってる馬は32秒台とか出さないといけないですよ、うん、でそれって物理的に無理なんですよ、うん、前かなり有利ですね今日の馬場は。タイム相当出てるから。ワックス塗ってるかもしれない。ワックス塗られたら分かんないよねそれ。あ、今日のお前全部ツヤがいいですねってなっちゃう、うん、人間も塗りますもんね、うん、
勝ってもらいたいから、馬主がね、馬主が調教師に、おい、ワックス塗っとけよお前、あ、いっぱい売れんだろお前俺の馬がよってなっちゃうじゃん。馬券売れても還元しないで。あ、そうなの。賞金で稼げる。賞金で稼げる。どうなの、馬主って人気あった方がいいの？どっちかって言ったらない方がいいんですよ。あ、ない方がいいのか。ジョッキーがプレッシャーになるんで。あ、そっかそっか、ない方がいいのか。ない方がいいんですあ、そういうことなんだ、はい、そういうのも考えて馬券買った方がね。 でもその馬主ってプライ、あの、やっぱお金持ちなんで、この名声とか欲しいんで、やっぱ人気した方がでも嬉しいかもしれない。ああ、うん、俺の馬一番人気なんだぜ、ロ、うん、ロマンだからね。そうだね、確かに。全部自分の馬がさ、20馬だって嬉しいよね。ダビスタでもそうじゃない、自分の育ててる馬がさ、一番人気だったら、シャーってなるじゃん。全部もぎ取ったぜ、みたいな予想のね。うん。早くのバカにせず。なるほど。これ何分？これ30分。あ、もうカウントダメです、うん。もうあと20分。買うかじゃあ。何買う？どうする？リリー行くか？リリー行く？リリーとリアアメリア行く？いや、せいざんもう不安な信用してください。軸不安なでいいっすって。本当に軸減らしましょう。軸不安なんですよ。大丈夫、昨日外してそんなポンポン外さないですよ。自分だってプライドがあるんで。手元では7番人気ですかね。2着も9番人気。買うか買うか買うどうする。買うのは確定してるから、このレースこのレース買いに来てるから、ね、どうする。あ、PM キンコピンコ来たんだ。強かったもんね、純粋中山。騎手だけ鉄板だと思う、リリー。リリーってなんで、お箇所でも負けてるけど、なんでそんな押すの、リリーピューハート。あ、バーガーあれです。ちょっとトイレ行きますよ。どうする、100万する、100万にするか。100万入金したんですか。いや、これ2倍かけたら50万。どうする、50万、2倍かける。うん、どうする、100万狙うか、どうする。うん、これ不安な来なかったらやばいぞ、これどうする。行く、明日なんだよ。でもメインがね、メインっていうかよっさんのコラボの時に使わないとね、これ。どうする、来たらボロ儲けだよな。うん、不安な怖いな、これマジ来る。ここでいいレースできないとね。さすがに来る、3着来る、挑戦ということ。3着50行く、こじゃ副賞は不安な50行くか、これいいレースしたいなって気持ちは強いですね。不安な何倍なんのこれ。3着秋華賞の切符を掴むことはできるか。何倍、何倍なんのこれ、副賞。オッズ言って、教えて。 1.6 倍しかなんないの。いくらなんのそれ、50万かけたらいくら儲かんの。 1.6 倍っていくら、50万かけて 1.6 倍だったら30万儲かんの。80万バックの30万、うわー怖いなー。50万なくなるか30万増えるか、うーわー怖いわー怖いわー。30万なんだ。50万なくなるか30万儲かるか。
うわ。どうする、リスク高いな。行くしかない。 G1 でやってよ。それな、マジで。これ G1 じゃないもんね、これ G2 なんだよね、これ。これで変えるのか。うん、俺が強いと思うの。火薬さんさ、説得力ないんだよね。めちゃくちゃ強いですよ、この馬って言ってたけど。10万でいいよ。八王子聞くか、じゃあ50万いっていいか。いや、電話番号は電話して電話、八王子の下何桁分かる人います。いや、八王子だったら止めてくれるんじゃない、これ下何桁分かる人いたら。八王子の電話番号下何桁だけ見せてるんですよ、うんうん、それ分かったら分かるんですけどね。 G2 で50万かけるやついるの、これ。落ち着きがある、不安な。八王子しか止めれる人いないよ、俺。八王子の下二桁の番号分かる人います？分かる？誰か教えて。八王子聞くか、ちょっと。どうする？あ、これかな。12時半にかけてたら。じゃあかけてみる、それ。どうする、ちょっとかけて。これかな。はい、お電話ありがとうございます。板前焼肉ヒット東新三橋の岡です。申し訳ありません、ちょっと間違えちゃいました。あ、はい、はい。あれ全然違うじゃん。これかな。それじゃない1時、1時50分にかけたらこれかな。1時50分なんかかけるかな、八王子。かけるよ。ちょ、かけて。八王子しかいないって、ちょっと。八王子に聞きたいの、これ。出ないや。どこ行ってんの、今日。今日、鹿児島。なんで鹿児島行ってんの。親戚に会いに。なんでなんで。分かんないです。不幸があったの。え、不幸があったの。お留守番サービス。あ、これっすわ。このお留守番サービス、ね、これこの番号っすわ。パッチョ出ないわ。電話帳のね、機能使い方分かんないのよ、この人。スマホアナログで全部番号で入ってんのよ。で、これ誰だっけ誰だっけみたいな感じで、家帰ったら電話帳にこう書いてる。アナログで登録の仕方が分かんないの、スマホで。あ、パドック来た。ふわな、めっちゃいいでしょ。ケズヤも、ハリもいいでしょ。4番です、ヤマニンプチパ。420キロはマイナス。この歩き方どうなの、スキップみたいな。いや、短距離だったらいいですよ。ニリーピオハート448キロプラス18プラス18。いいですよ、増えてる方がいいですよ、明らか。458キロでプラス8キロです。なんで50万も入金したんですか。え、なんで50万も入金したんですか。8番のオーマイダーリンは伝統です。466キロプラス6キロです。オーマイダーリンってあれですよ、選手は。あの選手さん、後ろから最後馬券買った時後ろから来たります。俺が当たった俺。あ、すごいセーラスのやつ。お、ラジオで聞いてたやつ。10番は伝統で来たんですよ。どう、アブレイズ、これうまいやつでしょ。 いいっすよ。今ツバ入ったぞ、これ。ツバっていいんすか。ツバどうなの。よだれ垂らしてる。よだれ垂らしてる、まあ、どうなの。それはちょっとわかんないぞ。ツバ入ったに、今アブレイズ来る。こちらは440キロマイナス4キロ。ね、せいさん、やっぱりね、うん、あのね、これだけは言えますわ。あのね、うん、フローラステークスはレベル高いです。ウィン、ウィンマリリンと、違う、ウィンマイティも走ってるし、これをね、やっぱ強いですよ。フローラステークス組はほんま強いんで、信じてもらっていいですよ、不安。あ、興奮してるんだ。不安なね、不安な前つけるんだ。不安な来るかな、これ。以上、ローズステークス
出走全18頭の馬体重です。イラついてる、はい、現とご覧いただき買わなきゃダメだ。そうそう、ま、時間ないぞ。もう買ったの今から買います。ふわな、どうなったでしょうか。そうですね、あの前走がプラス28キロだったんですけれども、はい、あ、これちょっという感じじゃなかったんですが、うん、全体的にまだ緩いなと、いい意味で叩かれて上積みがあるなっていう感じだったんですけど、はい、やっぱり引き締まってきたなという印象を受けますね、はい、で、あの、いいですよ、叩いて、大きな子なので、うん、起きてますかっていう感じに 見られると思うんですよ、ね、調教もいいですからね。あの前走もこんな精神状態だった。ふわな飛ばないよ、枠も最強、ジョッキーも最強、レベルの高いレースで3着に来てて、前走は着差こそないんですけど、前走1着強いよ、大外回して大名マークで最後流して完封勝利してるからね。じゃあ聞くけど、そんな勝ち方、若いのにそんな勝ち方、完璧な勝ち方を売るもいないよ、このメンツで。村掛けする馬ばっかなんだから。そのあたり良くなってるなという印象を受けます、ね、リリー強くないでしょ。リリー絶好調って書いたんでね、はい、うん、さあそして3番に俺リリー副賞行くわ。ふわな買いましょうよ一緒リリー。そうですね、あのリアメディアですけど、春と馬がリリー行くわ、リリーピュアハート行くわ。ほらせいさんだから言って、ふわなね、賞金ないんで絶対明治で来てるんですよ。これ明治って何、専門用語使わない、明いっぱい仕上げの略です。目いっぱい仕上げてる目一っていうの、はい、で、これ3着ぐらい絶対取らないと、3着2着1着の賞金加算しないと周華賞出れないんですよ、うん、そんだけルメール乗せる期待する馬が目一で来てるんですよ、うん、で格上と戦ってちゃんと実績もあって、うん、絶対時空馬ですって本当に。だってそんなのさ、はい、みんな目いっぱいで仕上げてきてんじゃないの。違うんですよ。違うの、ね、もうだから極端な話、クラバシュドールとかはもう出れるんですよ、うん、ここ勝たなくても、うん、頑張んなくてもってこと、はい、うん、出れる馬は、うん、次のレースのこと考えてこれ仕上げてきてんのこれ常に。いや違います、だからクラバシドールはこれ勝たなくても周華賞出れるんですよ、うん、だからこのレース周華賞が出たいのこれみんな。そう、当たり前じゃないですか。なんでなの、 G1 勝たないと価値なんかないですよ。そうなの、競馬って。あ、そこをめがけてやってんの、調整とかって、はい、賞金も大きいですし、うん、そうなの、だから出るレース出るレース目いっぱい仕上げてんじゃないの。それは無理なんですよ。無理なの、それ絶対無理なんですよ。無理なの、相当誠司さんが思ってるより、うん、レースってめちゃくちゃ馬に負担かかるんですよ、ばっかり、うんうんうん、だから1ヶ月に1回しか出れないんですよ、うん、特に芝はね、あ、そうじゃないんだ、相当ダメージでかいんですよ。あの実際競馬場で、うん、馬のレース目の前で見てください。相当あの頑張って走ってますよ。もう 胸が痛くな、切なくぐらぐらい、あの痛めつけて走ってるの分かりますよ、目の前で見たら。ダートと芝どっちがあれのやばいの、うまいの。それは芝の方が、芝の方がダメージでかいです、ね、だからダートじゃないの、怪我も芝の方が明らか多いです。嘘、だって人間だったらさ、うん、芝の方が柔らかくて走りやすいじゃん。いや、馬だったら砂じゃん。砂浜しんどくない。しんどいですけど負担はね、うん、負担とか怪我とかは、うん、あ、そうなんだ。あ、だから地方は全部ダートなの。プール疲れるでしょ。疲れる。でも負担かかんないじゃん。かかんない。それと一緒だ。あ、そうなんだ。だから誠司さんも肩怪我したの、あれダートだったら怪我してないかもしれない。あ、そういうこと？はい。そう、でもリリー行くわ。こんなに言った。まあ、誠司さんのお金なんだよね、うん、じゃあ自分も買いますわ。買うわ。これ今日当てますと V9、V9、あれと一緒ってこと。そう、あの川上巨人軍と一緒ということになります。ふわな、何倍つくの結局。巨人に並ぶ V9、 はい、うん、結局はあんだけ人に聞いといて、自分でずるい女だなと思います。2番なんで20倍の馬だよこれ。ふわら 1.6 つくわ副賞、うまいわ。リリー何倍つくんですか副賞。わかんない。リリー10万いくわ。リリー2倍つきますよ。でも 1.9 勝、はい、リリー10万いく賞。そういうことですよね。そういうことなんですよ。いった。あ、細江純子リリーなんだ。リリー10万いったっす副賞。さあ割れました。今日お休みの大吾さんは1番のリアアメリア本命です。え、細江さんフワナって書いてるよ。嘘書かないでよ。細江さんフワナって書いてる。映ってないじゃん。そして細江さんが3番のフワナと言ったっす。早くさんは
今ちょっとログインしてる、ちょっと待ってください。まだ時間あるんで、当たり確あるです。え、10万かけて外して明日予算の買えるんですか？40万あるもん、残したの。だリリー一押しだよ、これ。リリーサンスポ、だって本命3つついてるよ、これ3着来るでしょ。ワンチャン頭でもあるかも、頭で。はい、みんな5番帰ってるわな、生まれんな、ボックスな、うん、リリーメイチ、メイチだって、よっしゃメイチだって、リリーも賞金いりますもんね、うん、メイチだって、メイチ今日覚えたんですけど、目いっぱい仕上げ、誕生日馬券買っとく、どうする3連単、押さえとくか、高一さん買っとく、一応誕生日5月13日買っとく、ボックスで1000円ずつ買っとくか。でもそれ言ったら毎回513買うって話になりますよ、うん、いつか来んだよお前。6000円買っとくか、3連単ボックス買うか、買いました先生、はい、してもらっていいですか。ふわな5万いきました、よし、ね、行くって言ったら行くから、うん、はい、おお、行くっつったら行くんだよ。まだ間に合う、これ間に合います。513買うか、相当調べてるから、正直言って 1.3 ぐらいだと思ってた副賞、まあマジで 1.6 はうまいな。勝った3連単ボックス紹介、すいません すいません予約まで513なんで言ってんの、当たるわけないでしょ。3連単言ってんしょ。ナンバー3買っとくか、ナンバー3せいじさん18頭いるんですよ、うん、だから分かりやすく言ったら18頭いるから超ミニロトみたいな感じ、うん、当たるわけないじゃないですか。それミニロトで18個あるうちの数字3つ買って当たります？そんなわけ。でも俺言ってしまった以上は来たら嫌じゃん、来たら嫌じゃない、だって買っとけばよかったなみたいな。それ100円で 6000円も買ったんですか。いくらなのこれ3連単だから、それは何万円も、それ1万はつくでしょ、18頭で割れてるから。そうでしょ、安くてもこれ人気どころなんですか。多分人気どころでも1万はつきますよ、人気割れとるんで、うん、だから当たったら6万なるでしょ。あ、10万、うん、10万なればいいよ、うん、でリリーも来てダブル取りだよね。いやミニロトリリーじゃん、ミニロトも数から選ぶ。リリー副賞何倍だったっけ。 2倍つく、2倍ってことで20万になるじゃん。はい、10万勝ちだこれで。これ絶対調べてきてるでしょ、元からリリー買うつもりだったでしょ。なんでか言ってくださいよ。よ絶対 YouTube とかで調べてきてるでしょ。よいや、やらしいな。絶対リリーから買うつもりだったよ。俺マジでにわかじゃんだったよ。本当ににわかじゃん。ダビスタ育ちなのよ。絶対なんかリスナーさんの上手い人から聞いてるわ、絶対。あの社長は一番買うって言ってんだよ。他にもいるかもしれない。誠さんの競馬で。桑熊社長は、この JRA の馬持ってるんだけど一番買ってんのよ。一番がいい。リアメリー、うん、それでもなく俺リリーにしてんの。俺ダビスタ育ちだから、はい、やっぱ20丸が多い方が一番ダビスタ育ちそうだから、20丸が一番多いのがリリーだから、リリーだろ絶対。わかんねえよそんなの。だってさ、これ全レース的中する予想者なんかいないわけで。あのダビスタ育ちだったら血統とかで選ぶんちゃうんすか、うん、いいんすか。もういいの。何なんなんですかお父さん。いや見てるし、見てるじゃん。ダビスタだ、リリーはお父さん。血統とか知らないよ。ダビスタ育ちじゃないじゃないですか全然。だからダビスタって知ってる？馬券買えるの知ってる？あ、買えるんですか。買えるの。ダビスタって20丸いっぱいとか、あの分かんのよ、はい、あのこういう風に出るのよ画面が、はい、これを見てきたの今まで。で俺のオカルトなんだけど、20丸がいっぱいついてる馬が結構来るのよ。
だから二重丸がいっぱいついてる方が買いたくなるのよ、ダビスタスタジオだとね。俺ね、リアメディアはちょっとない思うわ。俺ね、このレースが12頭立てとか13頭立てだったらリアメディアでいいと思うわ。ね、内枠入っちゃっての18頭立てだから、この馬相当じゃじゃ馬なんだよ。強いんだけどね、一番強いと思う。もうデビュー戦からものすごい人気してるから、あのデビュー戦のものすごい勝ち方して、うん、それはもちろん知ってんだけど。え、リリー枠外さない。 リリーあれだよ、オークス負けてんじゃん、めちゃくちゃ。早熟、そう、早熟の可能性もあるしね。竹木荘2人でいくら、15万、15万6000円、2人で買いました。ふわな、買ってくださいよ。ルメール掲示板見なくて大丈夫なの、あれ。いつも、いやいや、もう今日はもう動画も全部調べてきてるんで。あ、もう見たの、掲示板なんて書いてあったの今日は。ふわな、いや、やっぱルメールがの乗れてるのと、ルメール乗れてる、乗れてんのと、調教がめちゃくちゃいい。調教めちゃくちゃいい。調教は先着してないんですけど、うん、並走馬と、うん、でそれでもかなり調教いいって書いてましたよ。普通は調教馬って合わせ馬と先着しないとダメなんですけど、うん、先着してないのに調教評価めちゃくちゃいいんで。そこでさ、はい、めちゃくちゃ情報を書いてるさ、はい、まあリスナーってなんていうの、書き込み師っていうの、はい、コメ氏っていうの、はい、その人って有名な人いるの、アカウントとか。 もちろんだってコメントのあので、やっぱりその人の言った通り来たよっつうんで、その人が大体2チャンネルでもそうじゃない、有名になっちゃうじゃない、はいはい、その人が言ってるんだったら、まあ説得力あるわみたいな、そういう人がいるわけ、その掲示板に。いる時もいますよ。あの、なんていう人なのそれ。ね、なんと水長圏なんとかさんっていう人はうまいっすね。あ、そうなんだ、はい、でその人が言ったことを信じるってこと。そこまでは見てないですよ。ただ、うん、なんと水道 A さんが書いたコメントが全部出るんですよ、うん、だから嘘ついてるかふざけて書き込んでるかとか分かるんですよ、その人の名前。適当じゃないの、じゃあ。もう匿名の人ももちろん言うんですけど、うん、名前で書いた人だったら全部コメントの履歴出るんですよ。だからある程度の真偽は分かるんですよ、うん、はい、じゃあその人に乗って買えば儲かるってことね。そうそうそう、その掲示板さ、みんな見たいと思うから、なんていうの、紹介してどうやって調べるの。ネット競馬です。ネット競馬で出てくるの、グーグルで。というか競走馬リリーピュアハートって。あ、走る走る、もう始まります。ケンちゃんあたよね、一緒に。俺も3から行ってるから。スズムシの鳴き声、秋の音色が聞こえる中京競馬場です。今年はケンちゃん5から行ってますね。秋の頂上決戦、秋華賞トライアル、関西テレビ放送賞ローズステークス、3着までに5番応援してください。与えられます。513スポーツの大野秀樹さんです。大野さんよろしくお願いします。内訳の方がいい、お願いします。リリー、リリー副賞10万いきました。ふわな副賞5万、3連単135ボックス。そうですね、まあ、春はオークス狙ってフローライス使ったわけなんですけど、5番お願いします。皆さん応援もあってちょっと不完全燃焼になってしまいましたからね、はい。まあ、前回の小倉できっちり、まあ、勝って、まあ、無難に勝って力をの違いを見せましたので。ああ、佐々木さんの勝負服さ、やっぱ、まあ、春一連の戦いというか、佐々木さんいい馬ばっかだな。大魔人はある馬なんですね、はい。ラストスパートがなんといっても魅力的な馬です。そして大野さんの本命は桜花賞4着のクラバシュドールです。そうですね、まあ、これこそ春の戦いを、ね、力見せて、世代上には力見せてきましたからね、はい、何よりも引っかからないっていうのがこの馬の強みですし、先週のシュートなんかでもすごい動き見せてましたから、まあ十分仕上がってるっていうところです、はい。そして世代屈指の才能リア・アメリア、さらには世界的良血デゼル、本当にこう人気がね。ふわな、佐々木じゃない、ごめん間違えた、あれ吉田さんの馬だね。大野さん、ごめん、難しいレースになってますね。見てただけ、難しかったですね。吉田さんの馬、本当に上がり馬をどう見るかってところだったんですけど、私は春の実績が、はい、そうベルトした、いや引き、気も引き締める、気を引き締める。さあ春の実績馬か、それともひと夏を越して新たな馬の台頭があるのか。あ、なんかこれ勝負服みたいだね、これ、うん、ね、勝負服みたいこれ。秋華賞へ、タスキ柄、タスキ柄だこれ。さ、ローズステークス体制が間もなく整います。ルメール頼むぞ。18頭です。5番いけ。さあ飛び出しました。スタート頼むぞお前。スタートですが、ちょっとデゼル、ちょっとデゼル、あんまり5番どこ行った。ありませんでした。いいよ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 、リリーいいよ。先行争いですが、内からは4番のヤマリンプティパポ
リリちゃんもっと前行こう、もっと前行こう。うわー、サンコ、なんでこんな悪いの、行きっぷり。後ろから行っちゃったわ。リアメリア、今日は前。リアメリア前で上がっていこうとしています。その後ろにシャムロックヒルが続いています。さあ、注目の期待持ってるよ、リリ。行ける？この辺り、ちょうど中段より若干後ろ。あらららら。でも2000あるから、2000あるからね。1コーナーから2コーナーに入ってきました。2000メートル。前々で決まってから終わったわ。先頭に立ったのはエレナ・バンティーです。外枠から好スタート、2馬身のリードを取りました。リアメリア、今日は2番手でレースを進めます。アブレイズが3番手、2番手後ろシャムロックヒルが続いています。一番いいとこにヤマリンプティパがいて真ん中5万座が、それからセウラさん、当たったらお願いしますよ。リリどこいるんですか。1頭クラバシドール、黄色い帽子9番です。うちに2番、あ、リリ真ん中だからまだありますよ。ある。リリピュア、自分はちょっとしんどいですわ。もううちから13番のムジカが続いています。まもなく前半の 1000m を迎えるところ、1分0秒9、落ち着いた流れになっています。その後ろたくさん不安な、いやもうないっすわ、多分3番多分ないっすわ。うちから3番じわっと不安、じわっと来た、ほらこの辺りで不安、じわっと来たよ、ほら。さらに18番のラインダースが続いている、ここにいましたデゼル。後方から2番デゼルもいるよ。11番の赤い糸がかわしていく、リリあるかも。最後方からはチャイカ、こういった体勢になりました。各馬3、4コーナー中間勝負、もうやだな、もう楽しめよ最後まで、はい、最後まで諦めるのは馬だってかわいそうだろお前、はい、応援してやるよ最後まで、はい。その後ろアブレイズが追走している、さらにはシャムロックヒル、一番外に出す、一番外に出すデゼル、そしてフアナの方はちょっと馬込み、ちょっと馬込み、苦しいところに入っている、直線コースに入っている、リリ行け、内ラチ、内ラチ、リアメリアが先行け、リリ、リリ来い、リリ、リリ、あーもう負けたわ、もうマジか、また外したわ、もう掴みました。さあ打倒デアリングタクトへ、世代屈指のこの実力、金返す、すいません、もう、オーマイダーリン13は無事かなんか入るかよ、最初行く、どうする、お前ら最初行くか、最初行くか、どうする、行くか、最初、え、じゃあ教えてよ、競馬の勝ち方教えてよ、教えてよ、教えてくれないんだもん、だって目に間に合う？気持ち切り替えるぞ、切り替えるぞ、切り替えるぞ。もうあと2分しかない。2分。間に合う。あと4分です。間に合うぞ。馬券買うのを入れたら2分。どれどれ、教えて。教えて。うん？社長教えて、ちょっとこれ。全然見てなかったわ。中山。どれ、社長。どれ買えばいいの？内パク？レッドフレー。北村？これ行くわ、じゃあ、北村。10万行くわ。間に合う？マジで10万いくわ。レッドフレー、うん、ムカついた、マジで。
千葉行くわ。間に合うかな。これでも鼻切るうまっすよ、誠司さん。うん。復唱。間に合う、頼む頼む頼む。間に合う。ま、間に合いますよ、まだ全然。間に合う。分かった。復唱。どれだ ?8 番レッドフレイ、これだ、これね。5番買え、バレッティノリ。いやもうそんな買えないでしょ、10万使っちゃって。レッドフレイ早く、これか、来そうだな、内パクな。あーもう時間ないわ、あかん、もう時間ないわ。早くして、もう44分だわ。早くして、もう無理だ。大丈夫だよ、まだ間に合う。枝てる言うから、枝はね、あの最初やるからね、こいつマジで。メインは穴開けないから。八番いった。うん。一生懸命真似して、大丈夫今 ID 入れてるから、パスワード入れて、間に合うでしょ。いや無理でしょ、最初行きますわ。副賞残るでしょ、前残りね、八番ね。あ、まだ帰るわ、なんでだ。いや、5番、あ、そうだな、5番単勝行きたいな、でもな、5番な。ノリの馬な。ノリはね、スタート下手なのよ、この人、ノリちゃんは。スタートが、ふわくまり出す経験する。スタートが下手なのよ、ノリちゃんね。だから嫌なのよ、これ。勝った、勝った、1番、2番行った。行った。1番単勝。皆さん、買いましたよ。何番 ?1 番ね。1番。単勝ね。一番人気いった。単勝、単勝買いました、間に合いました。なんで買えたんだ、これ45分過ぎてんの。 JRA がちゃんと見てくれてんじゃないの、これ。火薬さん買いそうだから、ちょっとあの締め切り時間を1分伸ばしてくれた、ね、伸ばしてくれます、うん、ありがとうございます JRA さん、ね、日本中央競馬会さん、ありがとうございます、うん、間に合ったっす。これで叩かれなかったっす。間に合わない芸だって言われちゃう。5番、ありがとうございます。見てくれてるわ、JRA。 あの、助かるっす。 10万いったんすか。10万いったっす、副賞8番。叩かない、だって変えたんだから。これやばいっす、マジで。これ負けたら絶対応援しちゃうぜ。これテレビやるよね。いや、やりますよ、ね、よし、間に合ったっす。危ねえ。ありがとうね、まだ間に合うって言ってくれた人。変えたっす、これ取り返すマジで。これ何倍になるの、これ教えて。オッズ2倍はつきますよ。つく、じゃあ20万になるから9倍ぐらいついてた、うん、でペイできるな、これで当たれば。レッドフレイ買ったんですよ、うん、ペイできるわ、これで当たれば。よし、傷口は浅くない、うん、戻そう。始まる、これ。はい、始まった。8番来い、副賞頼む。雨が上がった中山競馬場、メイン競争は3歳以上オープンのラジオ日本賞。セリトメチロって、セリトメと気を引き締めろ。伊崎さんでしょ、あれ勝負服なんで。レッドフレー来い、この野郎、突っ込め。北村、魂の騎乗見せてみろ。勢いをつけて、今ゲートになかなか収まりません。固くなにゲート入りを拒んでいる。ランフォローゼス出るんだ、ちょっと待って、ランフォローゼスって芝の馬じゃなかった。さあゲートに収まるか、少しずつ前に前にと進んでいきますが、少し枠入りを嫌がっています。14番のメイプルブラザーです。ややゲート入りに時間がかかるかもしれません。あー、ゲート入り時間かかる。
やっちゃってるよこれ。誰やったのこれ。オレンジの帽子。オレンジの帽子誰。もう除外でよくないこれ。ローズプリンスだもん。何やってんだよ丸山。もう除外でいいってもうやれるぞこれ。ゲートなかなか嫌がってんの。入らない馬がいて、これイライラするんだよ。ランホローズス怖いね。金亀サンクだし。ダビスタちゃんこうなんないんですけどね。なかなかゲート嫌がって入りませんとかないんだけどね。これ本当の大間さんが走るからこういうことあるんですよ。生き物勝負だから。いやーこれやらっちゃってるわこれ。割れるぞこれ。ね、動物だからねやっぱあるんですよこういうの。今日は中山競馬場。うわーやらかしてるわこれ。荒れるわ。そして気温がぐっと下がっています。ストレスかかるんですよこれ馬がね。雨は落ちましたが、うん、馬場状態は依然としてダート両の。緊張してきたマジで。これ嫌だよね。思いっきり金かけてやってんのにさ、ね、水させ、うん、穴馬買ってる人はいいっすけど、うん、そうそう穴馬買ってる人はこれあれだってなるじゃない。片馬買ってる人はさ嫌がるよね。やっぱり買ってる人もイライラするわこっちも。あバレッティ行きそうだな。なんかさ自分の買った馬以外の馬が強く見えてくるよねこれ。なんなのこの現象は。なんかないこれ。防衛本能じゃないの。なんなのこれ。なんか強そうに見えてくるよね他の馬がね。ジェットコースターでも絶対当たらないところでも当たりそうに感じる。ああいう防衛本能じゃない。ちょっとよくわかんないけどそれは。入った。あまだ全然入ってない。あと その嫌がってた馬がやっと入ったってことね。一頭だけね。そうです。でどんどん順番に入れてくるのねこれから。全16頭他の15頭も枠入りをというところ。入った。まずは奇数馬が行きます。改めて一番皆さんナイスボタンでお願いしますね。せっかく来てくれてる皆さん今日2000人来てもらってる来場者ありがとうございます。皆さん右下のグッドボタン1回お願いしますね。待ってる間お願いします。右下のグッドボタン1回お願いします。お願いします。去年はこのラジオ日本賞覇者、そして16番の早やっこです。そして何と言っても一番人気忘れてた右下グッドボタン一回お願いします。ありがとうございます。応援お願いします。ナイスランキングで2着1回非常に得意にしているこの競馬場。そして距離です。さ あ始まります。はい始まりますよ。あナイスありがとうございます。早やっこ内田博之と共にゆっくりと俺1番2万いった単勝来た。これ8番頼むレッドフレイ魂の騎乗見せてみろ北村東。もう終わった1終わった。もう8番どこ握ってる。レッドあの赤のやつどこいるんだよ。1枚行く馬なのにもう買う馬買う馬ひどいわ今日も。最後まで応援してやれってお前。マイク馬なんですよこれ。わかんのもうこの時点で来ないって。前花切る馬なんで。一番でしょって。まだわかんないでしょって。応援しろよ最後まで。かわいそうだろお前。中山なんで無理です。やるんじゃよかったわ。8番いい位置じゃないこれ。いい位置じゃない。手応えいいでしょ。8番どう8いいすどういいす来てる来てる。8上がってきてる。頼む頼むマジで。来る北村来い。8はいいよ。1は終わったけど玉城の来た。三着以内来い。魂の騎乗離れるな。絶対負けるな。うわ失速してないこれ。前が強い。何やってんだ。もうやめるわもう。社長の乗って勝ってる人いる。リスナーさんこれ相乗効果ですね。ありがとうございます。僕も嬉しいです。当たってる人いて僕もね。なんで社長の買わなかったんだ。一番いいって言ってたのよ昨日から言ってたじゃん。僕はリアメリアって。俺なんで買わないんだろう社長の同じ馬券。バカなんだろうな。
ごめんなさい社長、乗んなくて。乗ればよかったわ。ちゃんと乗ってる人いるのよ。うちの社長めちゃくちゃうまいのよ、ワックレンとか。もう社長乗せる？後ろに。その方がいいんじゃない？会いに行きます、ね、社長これ後ろ明日乗ってもらって、あの覆面でマスクでサングラスで競馬配信やってもらっていいですかね。その方がいいんじゃないのこれ、だ毎回立ってるよこの人、うん、上手ですよね。めちゃくちゃうまい、だって馬主だもん、だってこの人。そうする、ドンピシャで当たってんじゃんこれ。やっぱりね、 JRA の馬持ってるイコール JRA のあの裏情報とか多分入ってんだよね。俺たち分からなくないよそんなの、素人が。ダビスタしかやったことねえもん俺。ブリンカーでちょっと出てもらっていいですかね社長明日。ブリンカーつけてもらって社長。これダメだ俺たちだけやっても、マジ破産するぞこれ。シャドウロールつけてな社長。いい、ちょっとブリンカーちょっと用意してもらっていい、ちょっと明日やってもらうか。もうちょっと最終生産社長の方がうまいもんなこれ。ナインデルタ買いましょうよ。うん、ねえ生産、最終ナインデルタ行きましょうよ。いつものじゃ言ってよ、煽ってよ、聞いてよ、聞いてよ、いつもみたく最終やるか。本当大きい声。いやもう元気ないっすよ。大きい声で言ってよ。で 言われてもそもそも。大きい声で言ってよ。最終やるか。どうするって言って、どうするって。どうする。大きい声で言って。金ないまだ6000ある。やるか。大きい声でもっと。ちょっと怒り気味で。今日頭痛いですよ。怒り気味でちょっと。切れ気味でやってよ。いつものやつ聞きたいってみんな。早くナインデルタ行こう誠司さん、マジでこれ和田からで。もっと大きくドンチキ、ありがとう花火。早く言って、大きい、もっと最終やるか。どうするって、大きいから。どうする、教えてよって。何買えばいいのって。いやあと10分しかないです。ナインデルタ行きましょうよ。ちょっともう入金するわ、うん。